どうもです。つづくです。ということで、今回ですね、マインクラフトでやっていきたいと思います。はい、ということで、やっていきたいと思うんですけど、今何やってるかっていうと、マインクラフトやってるんですけど、あれっすね、赤いね、ちょっと装備を作りまして、僕の装備を紹介していきたいと思います。さあ、今の装備は、カノボシ、カノフケ、カノパッツ、カノブツということで、こんな感じですね。クソ装備っすよね。で、そう、今からやりたいことを説明したいと思います。てか、最近めちゃくちゃ寒くて、俺の部屋今測ったら9度でした。やばいな、頭欲しいな。その中でゲームをやるっていう、狂った精神でございます。でですね、何を今やってるかっていうと、このね、水色のね、葉っぱっていうか花があると思うんだけど、これちょっとね、集めていきたいと思います。ヒスイランか。あ、そう、ヒスイランをちょっとね、集めていこうと思います。水色のね、ちょっと染料なんですけど、これちょっと集めることによって、ちょっといろいろとメリットがあるというか、村人のね、交渉に使えるんで、ちょっとね、使っていきたいと思います。ゲット、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 オン、ゲットだぜ！ピカチュウ！はい、ということでね、空色の染料がね、1スタック溜まりました。ということで、ずず村人と交易していきましょう。いろいろとね、進化してるんですが、そこはちょっと無視していきましょう。で、ちょっとこれが私の家族です。見てください、僕の家族可愛いでしょ。 OK。 で、あとはね、攻撃してくれる。うお、すごい頭ごっつんこしてる。新しい遊び方を身につけてる。やべ、あー、おわー、やってるじゃねえか、盛り上がってる。そう、俺しびれる憧れ。俺も混ぜてくれよな。いいだろ、ほらみんながいる前でやるって。好きの生まれた赤ちゃんだ。ハッキュー。多分ね、あ、いた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 、このね、この帽子かぶった陶芸家さん、アメトークにも出てきた人なんですけど、この人がね、ちょっと攻撃してくれる人ですね。羊近いです。で、大体こう、一回ね、攻撃するとね、なんかダメになっちゃうんだよね、そう。だから、一回ここら辺で、アイテムちょっと攻撃してっていう感じすると、またね、新しく攻撃してくれるので、いい感じのね、攻撃が続くっていう感じですね。そういうか、なんかね、必ず攻撃した後にね、一つ何かを買ったりとかすると、結構攻撃が続く場合が多いのでっていうか、ちょっと待って、ヒーターが直に当たって痛いっていうか、熱い。もっと熱くなるよ！もっと熱くなるよ！今、最強装備ができました。チャッチャチャーン、バラパパパーン、バラパパパパーン。で、こんな感じですね。このちょっと装備のちょっとやつ見せていきましょう。水中呼吸2、爆発耐性4、これ、トゲ1、水中呼吸1、耐久力3、耐久力3、防御力、4、防御力3、耐久力3、落下耐性、4、爆発耐性4、トゲ2。という、僕にとって今最強にできる、装備がね、今できております。はい。アイテムボーナスで、さらなる力と、全貴族性です。ね、他にもちゃんとあるんですけど、今は、これが最強部類ですね。はい、伸びしろですね。こんな感じです。では僕のちょっと日課を見せていきましょう。はい、まず取り立てに餌をやります。いっぱいを食べ。はい、でこんな感じで、ね、やると子供が生まれるんですが、オフェンスからね、でちょっと出てしまうんですよね。じゃこの子をちょっとね連れ回していきますよ。はい、こんな感じです。はい、でとりあえずチェストの中にぶち込んで、で自分の持ってるアイテムをね、ちょっとここら辺にぶち込んでるんで、とりあえず使いたいアイテムをここから出して、今の状態な、シェルカーボックスがあればいいんだけど、まだエンダードラゴンぶっ倒すつもりはないんで、バイト量にしてます。そんなにあってもね、村人多数に増やさなくちゃ全く意味をなさないんで、状況に応じてアイテム集めるかなって感じですね。で、今こんぐらいしかないっすね、まだ。今やると少ない感じかなっていうプリっすかね。こんな、今ね、あとここら辺を整地した感じですかね。アイテムが今ないんで、とりあえず滑らかな石を手に入れたいなって思って、滑らかな石作ってる段階ですね。ネザーとか装飾したいじゃないですか。そういう時になんかさ、なんか色鮮やかなやつねえかなって思ったりとかさ、村人のせいで今、俺。で、あれ君、どこでそんなに、経験値を手に入れるかって、しょうがないな。教えてやろう。はい、随分と変わりました。すごいですね。
はい、ちょっと半端ですね。ね、いつもこれ辺でなんかやるとスケルトンがいっぱい溜まってるんで、まあ、これ経験値集めますね。大体まあね、いろんなことしてると勝手にスケルトンが溜まっていくんで、まあ倒すかなって感じですね。大体これでまあ大体経験いき1ぐらい上がるんで、まあ死んでも大体 OK かなみたいな。大体は5分ぐらい放置してれば、まあ30レベル以上いくかなって感じですね。効率はすごいいいです、マジで。ウェイウェイ !OK? で、ニートがいたりすると、まあ殺す癖なんですけど、まあ武器家事からね、武器を買い取ってます、いつも。農民が、まあ一番重要なんで、農民と攻撃しまくってるんですけど、まあそういう感じですかね。で、大体、ツラハシをね、作ってる子はいるんだよね。そう、ツルハシをね作ってくれてる子がいるんだけどね、いやね、確率でたま、あいでれれれれれれ、そうそうそう。でこの子といつも攻撃するんですけど、まあ、1日にくれる最大数が2個までなんで、まあ、そこら辺ちょっと考慮しつつみたいな感じですかね。はい、じゃあ行きましょう。せーの、最初はブンブンじゃんけんぽい。はい、しね。おいマジ言ってんの。ちょっと行きましょう。せーの、テックス。最初はブンブンじゃんけんぽい。おお、よかったです。おお、ちょっと2回やっぱね、うん、2度あることは3度あるって言ったけど、うん、そんなにはないか、ピピッと。で、さあ、いやー、結構いいエンチャ来た、結構いいエンチャ来た。まあ、こういうエンチャは必ずこっちに入れるようにしてるんですけど、まあ、あとはダイヤ剣をちょっとじゃあ、こう、換しましょうか。お願いします。黄色にしましょうね。うん。いや、ブルーカーズだから青の方がいいわとか。ということで、皆さんね、動画見てくれありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では、バイバーイ。